皆さんこんにちは、百瀬美咲です。そして久しぶりに今日は楽天カードマン OL に変身いたしました。何のお仕事かと言いますと、今回はガールズアワードのイベントに、参加させていただいております。ランウェイの方はまた違う格好に変身をして歩かせていただくんですけれども、この格好をまた着れるとは思っておらず、ちょっとまた、なんだろう、ピチピチ感が戻ってる気がするんですけど、とっても楽しく今日も、やっております。そしてですね、楽天カードさんのホームページにも新しいムービーがアップされる模様ですので、ぜひそちらもチェックお願いします。百瀬美咲としてはですね、11月は舞台が2本続きます。広角機動隊アライズと、クジラの歌。広角機動隊は11月5日から、そしてクジラの歌は、11月24日から、上演となりますので、そちらもぜひよろしくお願いします。そして12月はですね、初のファンイベントも予定しております。絶対に予定をお開けください。よろしくお願いします。というわけで、楽天カードマン OL の百瀬美咲でした。印鑑免許証のコピー不要、かかと落とし、いやー。